広川町坂瀬谷区、大きな水車が目印の坂瀬ゴットン館より車で5分ほど進むと小さなお堂があります。この地の湧き水は霊水として古くから親しまれてきました。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダジェイド。広川町の山間にひっそりと佇む坂瀬谷薬師堂。緑に囲まれた静かな空間で心と体の苦しみを解きほどいてくれる薬師如来を祀っています。お堂の横から湧き出る薬水は皮膚病に効果があると古くから親しまれ、今でも多くの参拝者が訪れています。坂瀬谷の人々は地域を盛り上げようと、この薬水を使ったそうめん流しを30年前に始めました。昨年は600人ほどが参加した1年に一度だけのイベント、7月29日の日曜日に開催されます。坂瀬薬師堂へのクルーズはホンダジェイド。切れ長の LED ヘッドライトと LED フォグライトでスタイリッシュに、よりスポーティーで上質な走りのニュースタイルワゴンです。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。